さあ皆様こんにちは、リアムアレクサンダーでございます。ということで今回はですね、スペランカーの実況やっていきましょう。今回はですね、ステージ3の行く手を阻む通路、こちらをやっていきたいと思います。いきましょう。ごめんなさい、ちょっとマイクの位置が定まらない。どうしよう、これこれ、ここでいいかな。ちょっとガチャガチャ落とす、いません。よし行こう。いやー眠いね、寝起きです。あぶね、丸じゃなくてパズがジャンプかな。オッケーオッケー。いやー簡単であってほしいね、もう本当に簡単であってもらわないと困るよ。本当にステージ3になってから難しくなりましたから、タイミングだねこれは。いけ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 。でここで止まる。そう、今までの俺だったらここも焦って一緒に行ってたと思うけど、本当にもう落ち着きが大事なので、ゆっくり行きましょう。本当に無駄に死ぬよりも時間かかった方がよほどマシなので。こんな白い影なんかあったっけね。あでもね、鳥は3回まで当たってとか言いながら避けれた。よし、すごいな。いいね、この通路がね1本しかないっていうのはね非常に分かりやすくていい。オッケー。インディアンっぽいな、なんかこの音楽が、ね、嫌いじゃないですね。いいね。あー分かれ道か、ここでこっちだな。合ってる。よっしゃ、よかった、来て。下から行ってたね、多分これあれだよね、完全に緑ねえよみたいな感じになってたからね。よかった、危ない。あここ、黄色が足んないね。じゃあ黄色を向こうに取りに行けばいいか。あもうでこれ下から行っても面白いけど、上から、あ下からか、上で行く意味は何だろうこれ。あ石板が取れるよってことね。これ無理だよね、向こうからじゃないと無理だねこれ。ちょっと多分その針の出てくる順番的に反対からじゃ無理だよねきっとね。そうだよね、こうやって一個一個こうやってやっていかなきゃいけないね。順調順調だって、まだ一回も死んでないよね。で見て見て、いや素晴らしい素晴らしい、やったやった。珍しく3ステージ3あれね、順調にいってるよ。おっしょ、ステージ1クリア。あーこのペースを保っていきたいね。俺のリモコンが悪いんだよね、多分。俺のリモコンが悪いんだ。リモコン選手はダメだろうけどさ。なんでだろう。聞かないんだって。はあ、3回、いや無敵中に行きたい。いつもの焦りから生まれるクソミス。打つが効かない。これリモコンどうしたの。待って、ほんとに待って。いや、聞いてるよ。
ナイス。なくて死ぬのがもったいないので、これだけか。うわ、ダブル攻撃だ、すげえな。でも火はね、7回当たれるんで全然大丈夫です。もう気にせずに、もう ないもんだと思っていきましょう。 OK、 緑ゲット。あ、これ関係ないのか。これでも絶対当たんないといい、タイミング的にいいよね。これ多分火の矢必ずつけてこいよっていうことなのかな。どうなるかそこは分かんないけど、あれクリアじゃないの。ちょっとうわ見にくいな。下がなんかスペクトジャブ、ほう、よりもクリアなので、ね、よろしくお願いします。とりあえず鍵を持って、俺ちょっとボタン押し忘れて、あやべ、ちょっと寝起きなのでね、寝起きなので反射神経が伴ってないからね。あ、もうちょっとすいません。あーっと、僕の、あ、もう、いやー、でもこれ、ワンステージに鍵6個ぐらいなのかな？ 4 個ぐらいが。いやー、出だし遅れたのに今、申し訳ない。よし、ステージ2クリアか。1秒ぐらいやっぱ遅いよ。何これ、ジャンプボタンは効くんだけどね。なんだこれ、よし、いけ。けどヘビ来るよ、ヘビ。で、あっ、ちょっとぽいぽいね。おいおい、なっ、ちょっとですね。
やった、ちょっとダメなんだ。ギミックじゃねえわ。くっそ。じゃあこれいただいて、これ使うか。あれ、これコウモリに効いたっけ？効くよね、これコウモリ用だよね。いや、違うか、フン落とす用だよ。え、てかてかてか、これ高さ足んないよね、これ。危ねえ。危ない、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 危ない。う、この動きにこの法則が、あるコウモリでよかったっすね。不規則に動く、いや、やつだった、俺。無理だよ。左だな。ゴー。なあ、素晴らしい。いけ、今だね、完璧なタイミングだね、今の。一番完璧だ、今の。横行きましょうか。あ、石板だけ？オッケーオッケー、石板だけだ。では、スルーしよう。あと一個、あと一個、あと一個。黄色がない。うわ、これむずいなぁ。いやー、これむずいよ。これはむずい。いやー、厳しいなー、やっぱコンティニューは。ちょっと減るねー。あ、今絶対お、なくよっしゃ、クリア。でも一本にかかる時間がすげえ長くなったな、これ。ね、昼寝したんだけどね。あと1回でレベルが上がる。いやね、ワールドマップへ戻りましょう。厳しいな、これはちょっと。よし、完了でございます。ということで、これはね、反応が遅いやわ、やっぱり。絶対なんか変だもんだって、これ。時空スーツって何なんだよ、これ。どういう効能だか書いてないんだよな。まあいいわ、まあこれは使うね。いつか使う気が使いましょう。ということで、皆さんも今回もご視聴ありがとうございました。Twitter の ID が概要欄に書いてあります。ぜひ検索してフォローしてみてください。ということで、次回はですね、 3-7 遺跡の住民、嫌な予感しかしないけど、こちら行きたいと思います。次回のランカー実況でお会いいたしましょう。